モードというか、はい、思い出の振り返りをねしていきたいと思います。このお名刺ですね、なんと私たちのちょっと名刺を作っていただいてます、はい、はい、皆さんこんにちは、しろこチャンネルチューニーです。グッドゲームガールズチャンネルのみそ汁です、本日もファイナルファンタジーブレイブ X ミアス公式チャンネルやってまいりたいと思います。よろしくお願いします。ということで、はい、今日はですね、先日行われました1周年記念ファン感謝祭、はい、イエイ、こちらのちょっとね、まあ、レポートというか、はい、思い出の振り返りをねしていきたいと思います。そしてこちらの番組最後には、以前ですねお約束しました、こちらの会場で販売されたグッズとですねプレゼントコーナーもありますので、ぜひぜひ最後までチェックしてみてください。というわけで、まあ、行きましょう。はい、じゃあみそちゃんいかがでしたか、今回のオフイベント。いやー、まずね、大変だったね、スケジュールがすごかったんですよね。すごかったね、はい、まあ、我々視点になっちゃうんですけど、はい、55分にね、うん、生配信が終わりますと。終わった、大阪会場で12時ね、確か ね、うん、で55分に終わるって聞いてて、うん、何時に出ればいいですか、それに合わせて支度するんで、うん、そうね、着替えたりとかね、したら55分に終わって55分に出ますって、マジかみたいな感じですよね、時間あるかなみたいなね。そうなんですよ、うん、なんでね、実際ちょっと会場でお会いした方とかはね、結構ドタバタしちゃってね、あんまりお話できなかったのすごい申し訳ないなと思ったんですけども、うん、まあ、すっごいたくさんの方にね、うん、お会いできたのですごい嬉しいかなと思います、はい、何人ぐらいいたのかな、なんか多分何人ぐらいなんだろう、各会場200ぐらいはいたのかな、うん、100、200とかいたんで、多分、ね、500、600人ぐらいの方にはね、1日でお会いしたね、お会いできたのかなと思いますけれども、うん、はい、会場の展示もねすごかったですね、すごかったね、なんかメインとかラスエとか ね、まあ、ラスエル派だからね、ラスエルさんとね、あの 写真撮ったりとかね、メインさんと写真撮ったりね、ちょっと顔交換もねしたりとかしてね、ちょっとよければ写真とかあるんで見ていただきたいと思いますけれども、本当になんか もったいないよね、あんだけ結構セットとかも ね、あの等身大パネル3会場だから全部3体ずつ作ったんだと思うとね、ね、すごいね、私はなんかその等身大パネルを作るって聞いて、うんうん、東京にレイン・ラスウェルみたいな、そうね、っていう感じでばらけてるのかと思ったら全部あったからね、全部あったんだよ、全員集合だったからね、うん、すごい、また機会があればね、こうイベントとかねやってくれたら嬉しいなと思いますけど ね、あとはあれはエーテルとか、エーテルね、ありましたね、まあ、エーテルって言っていいのか分かんないんですけど、まあ、酸っぱいドリンクですね、酸っぱいドリンク、あれなんかあの会場で飲まれた方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、3分の1濃度だったらしいんですけども、まあまあ私なんかちょっとなんかよくわかんない、味噌汁さんの振りでしたっけ、いや、お前後で飲ませるぞって思った気がするんですけど、まあね、見てくれた方はね、そうそう、分かると思うんですけど、あの辛かったですね、あれよく飲んだなと思ってますね、うん、すごかったね、ヒロピーもねすっごい飲んでたからね、うん、3回以上で飲んでたからね、うん、はい、そして今回のイベントで初めてみそちゃんのマジンフィーナやらせていただきましたね、これあれにこのまで毎回着るのかな、いや大変だよね、あれそしたら結構しんどい、大変だし、コメントのみんなも大変だと思う、そうだね、いちいちね、そんなね、もうずっとみそちゃんのおっぱいしか気にならないですよねなかなかね、うん、情報入ってこないかもしれないよね、はい、いかがでしたか、うん、あのマジフィーナちゃんの衣装は、いや、どんなとこがポイントとかありますか、いや、ポイントは、うん、やっぱりこう衣装のね、うん、クオリティが、うん、もう細部にわたってすごく高いんですよ、そうだね、ゲーム実況レイヤーさんなのね、だからレイヤーさんの視点で、もともと私ね、ちょっと誰にもね、もう最近は誰にも触れられないんですけど、うん、コスプレイヤーなんですよ、もともとは、そうですよね、で、ちょっとあのなんだろう、本当あんな衣装を着れるってことが、うん、もうコスプレイヤー冥利に尽きるというか、めちゃくちゃクオリティ高い、まあ、あの近くで見ても遠くで見ても、うん、もうすごいみたいな、そう、いや、本当にねクオリティが高くて、私も本当に、まあ、マジフィーナちゃんとね、あの、うん、まあ、フィーナちゃんでねツーショットとかもね結構撮らせていただいたんですけどね、すごい楽しかったです、はい、はい、というわけでちょっとの動画でね、あのどんな会場どんな感じだったのかなみたいなのが、はい、レポートがございますので、ちょっとこちらもね改めて見てみたいと思います。1周年記念ファン感謝祭東京会場レポート、はい、というわけでここは東京会場ニコファーレ、超豪華な LED のゲートをくぐればレイリン・ラスリンの等身大パネルがお出迎えです。等身大の存在感は半端ない感じで、私たち2人も思わず記念撮影しちゃいました。スケール感伝わるかな、めっちゃイケメンでしたね。
これがまだお客さんが入る前の会場です。このスペースがあっという間に超満員。名古屋大阪の中継はもちろん、ステージでのイベントも行われ、大いに盛り上がりました。大好評だったリアルレア召喚、これは超高確率で豪華景品が当たる会場だけのお楽しみイベント。何が出るかな。お、金クリスタル、キャラ缶バッジをお持ち帰り。何やらみんながカキカキしてますね。これはみんなの思いを自由に書き込んでもらうメッセージフラッグです。この方はなんか絵を描いてますね。うわー、かわいいモーグリちゃんですね。そのモーグリちゃん、なんとですね、会場に遊びに来てくれたんです。もっふもふのモーグリーちゃんとレジェンドイクモリさんのツーショット。そしてレジェンド渋谷さんもなんと登場。2人ともニッコニコでした。レジェンドといえばこの特別パネルもすごい。レジェンドたちの寄せ書きがぎっしりなんです。 FF の生みの親坂口さんの書き込みを発見。タイタンのシルエットをなぞってる、迫力ありますね。そしてこれは、うん、ヒロピーかな。熱狂的なリピーターがいた酸っぱいドリンク新イベント。ヒロピーの飲んだドリンクより3分の1の酸っぱさらしいんだけど、だったら3杯ちょうだいとチャレンジする人がたくさんいたんですよ。そんな感じで名古屋大阪同様大盛り上がりだった1周年ファン感謝祭東京会場。今後とも末永く FFBE を愛していただいて、来年もまた一緒に盛り上がりましょうね。はい、というわけで東京会場レポートでございました。ご視聴ありがとうございました。そして最後になりましたが、こちら、会場で販売、もしくは配布プレゼントされました、商品ですね、こちらのプレゼントコーナーでございます。お品書きはですね、はい、缶バッジ、缶バッジ、クリアファイル、クリアファイル、シール、シール、そしてなんとですね、こちらのじゃん、まあ、いらないって人もいるかもしれないですけどこのお名刺ですね、なんと私たちのちょっと名刺を作っていただいて、はい、まあ、広野さんとかね、あの各その出演者の方はお名刺作ったんですけども、なんとなんか前日にね、ちょっと名刺作ったからみたいな感じでいただいたんですよ、この名刺。すごいんですよ、ちょっと見えますかね。めっちゃクオリティ高いんですよ、うん、キラキラね。私がフィーナちゃんで、みそちゃんがマジフィーナさんで、裏側もドット絵が、そう、ドット絵の、まあ、主要のキャラクターね、とオリジナルキャラクター、オリジナルキャラクターとベリアスと、あの、そうですね、オリジナルの、まあ、シャルロットちゃんとかね、エルタス・オルルカちゃんとかね、お兄ちゃんとかね、シエラ王子、あとは お父さんレイゲン、レイゲンさんと、まあ、クポがいるっていう、すごいクオリティ、質がね、いや、めっちゃすごいんですよ、なんかすごいスクエニックさんの神髄を知ったみたいな、なんかクオリティですけれども、うん、はい、こちらの名刺をつけた4点セットを3名様にプレゼントしたいと思います。YouTube ちゃん、この公式チャンネルの YouTube の、この動画のコメント欄に、欲しいですみたいな、はい、あとはな、まあ、熱い思いとかをねちょっと書いていただきまして、うん、その中から3名様抽選で、はい、選ばせていただきたいと思います。で、こちらの、まあ、当選のねご連絡方法なんですけれども、YouTube ってチャンネルを開設すると、その YouTube 内でメッセージのやり取りができるんですよ。そう、チャンネルとチャンネルさんがやり取りができる、ね、そうです、そうです、うん、で、このチャンネル開設をしていただいて、私たちのこちらの公式の YouTube のチャンネルの方から、まあ、当選しましたってメッセージをお送りさせていただく形になりますので、こちらをね
あのコメントいただいてもそのチャンネル解説とかされてないと、はい、メッセージが送れないってことがすごいいっぱいあるので、まあ、やり方等は、まあ、ご自身で、ね、調べていただくか一応概要欄に、ね、あの貼っておきますのでそちらの方チェックいただければと思います。せっかく、ね、はい、当選したのに送れないとなんか残念じゃん。残念だね。なんでね、うん、ちょっとチェックいただければと思います、はい、というわけで皆さんどしどしご応募ください。噛んじゃった。ごぼうぼう。ごぼうぼう。ごぼうになっちゃった。いいでしょ。ご応募ください。というわけで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。公式ツイッターやってます。詳細欄にリンクがありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。下の赤いボタンをタップまたはクリックしていただくと、動画の更新通知が届きます。はい、ではまた見てくださいね。バイバイ。